1年半経ったユニゾン、久しぶりにですねちょっと店舗を拡張しようかというところで、実はすごく面積広いんですよこの建物、昭和68年前の建物ということで、今回リノベーションを行いましたので、これも含めて動画楽しんでください。マハロdrowns out the rain. Will it make sense?
これでやっと、この枠自体上はもう天井にそのまま止めてるから、はい、天井天井か。ああ。なるほど。
ごいすごい。いいですね。いいですね。もうめっちゃいいですね。スカッとした気持ちが。スカッとしたです。ここの中は壁やって部屋。そうです。じゃあ流し台やってます。つけてみます。寝るかもしれないから避けて。それ今これこの薄い。均等にやって。前よりは生きてる、そんなの。さあ、どうしましょう。ちょっとね、そこにかかってる服がこの辺にかかってるわけよ。あ、そっか。なのでめっちゃ重たくなってるから、まずその辺を元に一回戻して、ちょっと待ってね、こうかな。どう？いや、またもうこっち見たら全然違うお店みたい。もう全然違う店。イエーイ。ちょっと新鮮だよね。うわー、これいいね、LG。 でもパーク見えなくなるね、やっぱここに置いたらね。いや、でも半分見えてるから、全部見えてるのつまんないからさ。え、半分見えてる、半分見えてる。新しくできた、そのスペースちょっと説明して。ああ。ここ。あの、まずフィッティングルームからさ。フィッティングルームでーす。そう、これが元給湯室。元給湯室、暗くて怖くて、ちょっとあの理科室の古い感じね。シンクもあのステンレスのさ、あの錆びててっていうところをこのように区切らせてもらいまして、ね、フィッティングルームとなりました。そしてこれ、うん、この壁ももちろんこれは新しく立ち上げた。そう、ここは区切ったんですよ。そう、これ区切ったのね。これはないから、もともとはズバーンとずっとここまで。そうそうそう、ここまでずっとここあって、ここはもう本当に開かずのは誰も見たことない。そう、私たちもほぼ使うとこだったんですけど、ここが今もうユニゾンの一部と生まれ変わった。そう、こうね、こういうことね。
ね、これ私こういうのたまんない、この柱見てください、素敵な。これはやっぱり実際にこっちに立ち寄りいただいたら分かるのかな。そう、ここが新しく拡張されたので、ちょっと面白い、なんだろう、迷路みたいな空間ですけども、あとは私たち次第ですね、ディスプレイの仕方が非常に今悩ましいところでございます。 Some days I can't get out of my bed. Some days I'm waking up on the wrong side of my head. I got all these eyes on me, staring at me through my screen. Most nights I just can't wait to lie down. So tired from my thoughts that keep on swirling around.She's a Mona Lisa.